はい、どうも、百均です。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。グラデーションライト付き、Bluetooth スピーカー。価格税込み770円の商品になりまして、新しく発売されてたような形の Bluetooth のスピーカーですね。まあ、見てもらってもわかるように、IPX4 ということで、防音的仕様ということですね。なので、パッケージにもあるように、こういうふうにお風呂場にね、こう使うタイプのスピーカー。これになるみたいなんですけども、どうもグラデーションのライトがこうつくタイプのものらしいです。これがね、なんか新しく発売されてたみたいで、ダイソーのアプリでね、ちょっと、在庫検索いろいろしてた時に、あ、これ見たことないなと思って検索して調べたら、どうも住んでる近くではね、売ってるとこなかったんですけど、パッといろいろ売って一番近いお店を検索したら、滋賀県の方で売ってたんで、はい、ドライブがてら。ちょっと滋賀県までね、こちらの方、ちょっと買いに行ってみました。そうすると滋賀の方行くと結構いろんなところで見かけましたので、こちらの方、今回はね、ちょっとわざわざ遠出もしてきたっていう感じで、はい、ドライブして滋賀県の方までチェックしに行ってきてましたんで、ご紹介します。そのうち出て、他でもね、売られてくるんだと思うんですけど、今のところ僕、近場で、検索したら一番近くで売ってたのが滋賀県だったんで、滋賀県の方、今回は草津の方までちょっとね、足を運んで買ってみました。一応ね、ケーブルは付いてないということで、こちらにもあるんですけども、タイプ C の充電ケーブルが別途必要ということです。で、2時間充電で4時間再生、防滴仕様の USB 充電ということになってますね。仕様の方を見ていきます。はい、まず仕様。モデルが CLS-02、通信が Bluetooth バージョン 5.3、商品のサイズが Φ82×65mm、重さが 125g、スピーカーサイズは 52mm、インターフェースが Type-C。Bluetooth のパラメーターですけども、周波数 2.4GHz から 2.48GHz。最大出力クラス3分の2の 6dBmW ですかね、この単位。で、受信感度がマイナス90dB。作動範囲は10メーターまで。電池の方ですが、容量 300mAh、3.7V のリチウムイオン電池。音楽再生時間 70% のボリュームで2時間から3時間。充電時間は 1.5 時間から2時間という、はい、形のものですね。はい、防滴スピーカーっていうのはね、多分ダイソーさんの方でも、うちでも紹介してますけど、2種類ぐらいかな、出てると思います。で、今回はこういった感じのね、このグラデーションでカラーが、ライトが光るタイプっていうことなんで、どんな感じに光るのかっていうのもちょっと後で見てみようと思います。では、箱の方ね、ちょっと中開けて見ていこうと思います。実際商品の方はこちら、説明書と本体が入ってるだけですね。で、大きい吸盤があって、これが、お風呂場とかでね、つけるのに使いやすいのかなと思うんで、こういう、お風呂の壁だとこれを仮定しますね。そうすると、このスピーカーをここにペタッと貼ってあげれば、外れない。ね。で、こうやって吸盤なんで、剥がすのが簡単ということです。これが、まず吸盤がついてるんで、お風呂とかで使うのに大丈夫。で、このスピーカーの部分ね、ここはメッシュの部分も、濡れても大丈夫なように、一応金属製になってますかね。はい。で、形、デザインとしてはこんな形で、特に色はね、パッケージ見てもなかったんで、この黒一色だと思います。で、上に、こういうリモコンが、リモコンというか、上にボタンがついてまして、電源ボタン、プラス、マイナス、あと再生停止ですね。音量調整とかも多分これでできるんだと思われます。説明書はこういった形ですんで、吸盤、ガラスや陶製のツルツルした壁にくっつきます。プラスとマイナスのボタンに関しては、長押しでボリュームアップ、ボリュームダウンができると。で、なんかね、この7番、ライトの部分ですね。ここの部分。この部分は、なんか電源スイッチを押すたびに光り方が変わります。で、防滴機能、本品は浴室で使用できますが、防水ではありませんということなので、多少水がかかっても大丈夫だよっていう商品です。はい。なので、お風呂の浴槽の中にこう、ポチャンと沈んじゃうと、故障の原因になりますので、はい。防水っていうわけではない。あくまで水がちょっとかかったぐらいじゃ大丈夫ですようですんで、これにね、シャワーで水バーってかけたら、
故障の原因になりますので、ご注意ください。防水ではないんで、あくまで防滴です。で、あとはね、こちらの商品が、まあ、電源を入れると、あとペアリングして使う形なので、そうですね。まずちょっとね、いつものように、ペアリングして、実際に音を流してみて、試してみます。まずね、充電した場合どうなるかですよね。どこに充電するかですよね。パッと見にケーブルの差し口が見つからなかったら、裏面ですね。ボタンの後ろ側。ここに、ケーブル、こうパッキンというかね、ゴムパッキンのようになってて、これが、どっから開くんだ？ああ、特に、これ、繋がってるわけではなさそうです。こういうパッキンというかゴムのね、蓋がされてて、ここに差し込んであるだけですね。こうやって。だから結構取り外すとき、ここのね、溝から爪を入れてあげれば、まあある程度外れるのかなぐらい。か？折れたのかこれ。ああ、なんか外したときにこう中で劣化してるのかな、折れたっぽいですね。ここの部分。うん、本当は繋がって、てる感じかもしれませんね。うん、ちょっとこれはでもいただけない部分かな。まあこれがちょっと個体差があるのかわかんないんですけど、ここちょっと外れちゃったんで、外した際にここはちょっと充電する際、購入された場合には気をつけた方がいいかもしれません。ここを外してあげた時にね、どうもこれ雰囲気的にはちょっともう割れちゃって、外れ切れた感じになっちゃってますんで。ここはちょっと取り外しの際は皆さん、こちら購入された際は、ここのね、カバーの取り外しはご注意ください。はい。で、まあ、実際、ここにね、充電、ケーブル挿したら、特に充電してる、充電が満タンなのかな？なんか、本来ここのね、赤いとこが光ると出るんですけど、はい。まずはペアリングをしていきます。まず電源ボタンオンにします。ここですね。はい。長押しですかね。ちょっと単押しでは反応しなかった。ちょっとグッとしばらく押し込んだらついたんで。長押しとは書いてないんですけど、多分長押しなのかな。もう一回ちょっと長押ししてみます。Power off. 長押しですね。スイッチは。Bluetooth mode. はい。こんな感じになります。で、ちょっとまあ、ここね、グラデーションしてる感じです。はい。で、Bluetooth モードになった状態で、まあ、いつものように、まあ、iPad の方でね、Bluetooth 接続しようと思うと、こういう形で、はい、こういう形で表示されますので、はい、CLS の2という、こちらがデバイス名になりますので、はい、これをもうタップしてあげる。Connected. はい、するともうコネクトされまして、接続済みとなりましたんで、これで、この今 iPad とこのスピーカーは接続された状態になっております。この状態で、まあまあ、使い方としたらこうやってね、ペタッと壁につけちゃう形が、まあ一番手っ取り早い使い方なので、この状態で今回は試していこうと思います。まあまあ普通にこのグラデーションのカラーはね、ずっとグラデーションしてます。これが説明書見ると電源スイッチを押すたびに光り方が変わる。今はこういう感じでね、グラデーションしてるんで、もう一回ちょっと電源スイッチを押してみますね。変わってます？変わっているのかな。ちょっと明るいから分かりにくいのか。ちょっと部屋をね、暗くしてみます。この、今こんな感じでグラデーションしてるんですけど、ここで電源ボタンをちょっと押してみますね。一回押してみると、はい、こんな方パターンでまず光ってますね。次もう一回押してみます。パチパチと色が変わる感じですね。なんか上だけ若干ブルでグラデーションし始める。あ、ぼんやり変わっていく。でカチカチ変わる。うん、これはほぼ消えるというやつかな。どっちかって消灯されてるに近いタイプかもしれませんね。
はい、あと何をしてもあんまり変わらないんで、うん、これはまあ色が多分ちょっともうあのグラデーションの停止っていう感じですね。はい、この、3パターンか、え、だから今消えてる状態っていうんですかね、停止状態が1、グラデーションしていく、こうじわーっとグラデーションしているのが2パターン目、次のパターンがこういう形でこうじんわり変わっていく感じで、カチカチとパチ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 色が変わるパターンですね。はい、こういう形で、まあ、全くあの切れることはないみたいですね。なんかこの上の方だけじんわり光ってますね、こちら。これはもう個体差なのかどうなのか、はい、まあそんな感じで光ってるようです。またちょっと音をね、何か流してみますね。そうだな、まああのいつものようにフリーの音楽ちょっとかけてみます。まあ音楽いつものように、サイトね、フリーの BGM サイトの方、こちらからちょっと使ってみましょうか。ダウンラン、普通っていうんですかね、あの多分ちょっと他のね、いろんなちょっと何曲かあのこうフリーじゃないやつとかね、ちょっと流せないような音楽、はい、そういったのもいろいろ流して聞いてみましたけど、まあその低音がとか高音がとかいうのはあまり感じるほどではない。まあ音量もそれなりに大きめですんで、結構あの、今も本体のね音量をちょっと下げ気味で音量聞きましたけど、全然聞いてる感じでは同じような、うん、あの悪くないというか、そんなノイズを感じるとかもそこまではない、うん、ごくごく普通に聞ける感じのスピーカーかなと思います。はい、まあだからあとこれをね、このグラデーションのライトがどう思うかっていうところですよね。まあお風呂でね、音楽聞きながら、まあお風呂のある意味こうちょっとね、今見てもらうようにぼんやり明るいだけなんで、まあ、お風呂の電気を消して、まあ、ヒーリング音楽じゃないですけどね、ゆったり音楽かけながら、静かにお風呂に入るには、まあ、いいかもしれないんですけど、ちょっとこのグラデーションの好き嫌いはあるかなとは思います。どうですかね？この、今これ多分ね、切ってる状態なんですけど、若干中が光ってるんですよね。だから、あの、今映像だとね、結構光ってるように見えるんですけど、うん。まあ、あの、あんまり肉眼だとそこまでは光ってはないんで、ね、そのあたりは、そう、まあ、これ切ってる状態だと思えば、まあ、そんなに問題はないかなと思います。ちょっと部屋の電気つけますね。切ってる状態。まあ、光、うん、あの、暗闇じゃないんで、ライトは今消えてるように見えますよね。これでも一応電源入ってるんで、ボタンを押せば、こうやってグラデーションは、あの、されていきます。これね、こんな感じで。はい。で、まあ、使うとき、まあ、音楽のね、再生停止はここで使えますんで。流れてね。再生の停止とか。
いけてますね。これちゃんと再生停止も効きます。はい、こんな感じに使えますね。うん、まあだから、このグラデーションをどう思うかだとは思います。借金。こちら、充電に関してなんですけども、確認したら、充電器をね、こう挿したら、この白いとこが赤く光るとなってて、で、赤く光ってるのが消えたら充電が完了らしい。ですけどね、パッと見た感じ、これね、特になんかついてる感じがしないんですよ。で、これ、この充電、電気消してみたら、はい、この上の部分にね、なんか光ってるんですけど、なんかこれね、微妙なんですよね。なんかね、液体が漏れたみたいな感じの、この、綺麗に光ってないのがちょっと気になりますね、これ。まあでも、ここが赤く光って時が充電中。うん。充電が切れたら、ここのランプが消えて、まあ点灯をしなくなるらしいので、はい、これで充電が確認できるようです。気になったんで、ここにネジがあったんで、全部ネジ外してみて、中開けてみたんですけど、やっぱり最初に言ってた、この、カバーですね。ポートのカバーのとこは、やっぱりちょっとね、うん、無理に引っ張ったからか、これはちょっと聞き切れちゃいまして、はい、こんな形でくっついてたみたいですね。これ無理に剥がしたりとか、ちょっと気をつけた方が、もしかしたらこう簡単にプチッと切れちゃうかもしれませんので、ご注意ください。はい。で、中はね、一応まあせっかく開けたんで見てみると、こういった基板が入ってました。で、充電のね、タイプ C を挿したら、この上のとこにランプがつく感じでしたね。はい。なんか漏れたみたいにね、ちょっとさっき暗いと、充電中の映像だとね、ランプが光ってたのは、ここの部分、これがね、どうもちょっとこう、反射してたのか。で、この状態でね、一回ちょっと電源入れてみますね。Bluetooth mode. はい。するとこの、Connected. はい。この真ん中にね、Bluetooth の LED がついてるみたいで、ここがまあ、点滅する形ですね。だからこれ押していけば、点滅パターン変わるんですけど、さっき言った消せる場合のね、消した時、その時でも、この上の部分だけ光ってるんで、さっきみたいな映像というんですかね。グラデーション消しても、上の部分だけが若干ね、青く光ってたのは、こういうことみたいです。LED はここにグラデーションのものがついてますね。で、こういう光ってるんですけど、形状的にこれカバーをかぶせると、まあなんかこうさっきみたいなね、この上の部分、反射の問題で、ちょっと微妙な映り方してるみたいですね。という感じです。で、これケーブルが微妙なんですよね、雰囲気。だからちょっとね、もしかしたら、この、うまくケーブルがはまってない、個体差はあるかなというのが、ちょっと正直な意見で、にはなります。はい。ちょっと戻しておきます、ね、元にね。はい。まあまあ、ちょっとこの切れたやつは、ちょっとどっかにね、置いておきます。またちょっと何かの、うまく接着剤で付けれたら、ちょっと試してみようかと思いますが。ケーブルがね、うまく中にちゃんと入ってないんじゃないかなっていうのが、思った一個一つあるんですが、よいしょ。これで一旦、切れても一応止まりますから、外した時どっか行っちゃうパターンですね。まあもう戻しておきます。ね、やっぱりなんかここのね、ちょっとランプが気になるところですけど。はい。まあ作りとしてはこういった感じの作りになってて、これが今、グラデーションの消灯状態の時です。だからもう完全には消えないということですね。まあでも暗闇でね、暗いお風呂の中でっていう感じで、ちょっと雰囲気をね、変えたい時には悪くないかなと思いますので、こちらは気になる方、新しく、防滴スピーカーとしてね、ダイソーさんの方で発売されてましたので、はい、まだちょっとね、在庫確認すると、地域によって入、なんか在庫、店に入ってない感じがしました。僕が住んでる関西方面だと、一番近くが滋賀県だったんで、
今回は滋賀県の方までね、ちょっと、まあ、ドライブの兼ね合いで、ちょっと滋賀までね、琵琶湖の方へ遊びに行った際に、こちらの方、寄ってきましたんで。まあ、気になる方は、ダイソーさんアプリの方でね、在庫検索できますので、グラデーションライトで検索してもらったら多分ね、商品出てくると思うんで、まあ、お近くの在庫のある店舗探してみてはいかがかなと思います。ジャンコードがこちらになりますね。気になる方はね、ぜひダイソーの方ちょっとチェックしてみてください。はい、ということで今回はこの辺で、また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。